あれ、ここは。おお、だいぶ良くなったぞ。多分こんなおかしなところ見たことなかったから、ちょっとびっくりしちゃったんだ。テイワット1のガイドのくせに恥ずかしいところ見せちゃったな。ヒヒ。おう。あ、そういえば眠ってる間、夢の中でずっと牛の鳴き声が聞こえてたんだけど。あ、そう、この声だ。牛よ、お前がオイラのこと見ててくれたのか。旅人、コウマ大聖が目覚めたようだ。支障ない。心配は無用だ。夜叉がまとう骨性は人に害をなすものだ。あまり近づくな。私には仙人の血が流れている。見くびられては困るな。どうだかな。オイラが寝ている間に何があったんだ。ショウがここにいるなんて。お前らにどうにかして来いと言われたから来たまでだ。コウマ大聖、何があったのか話してくれないか。かしこまる必要はない。ショウでいい。あ、わかった。ただのつまらぬ戦いだ。この地を訪れたのはある人物を探すためだった。だがそいつは我が思っていたのとは全く違った。普段は敵家衆の養老を守るため防御旅館にいるとピンバーヤから聞いた。それが人探しをするとは。まさか相手は仙人か。不赦という名の夜叉を探している。不赦、あなたと並ぶ御法夜叉の一人の不赦か。だがあなた以外の4人の夜叉はもうこの世にいないはずだが。一説では確かにそうだ。だが不赦の遺体だけは見つかっていない。夜叉とは魔人の残骸を払うものだ。長年残骸を払い続けるがゆえにその身は骨性に染まり、いつか必ず狂気に陥ってしまう。奴は去った。行方を知る者は誰もおらず、我も消息をつかめていない。不赦は我ら5人の中で長兄のような存在だった。不赦はこう言っていた。夜叉の戦いは苦難に満ちたもの。もしかして狂気に飲み込まれたせいでその約束を忘れたのか。ありえなくはない。だがたとえ奴が忘れても我は忘れない。我は生き残った者として全員の行方を明らかにする義務がある。じゃあどうして双眼に来たんだ。まさかここに不赦の行方に関する情報があるのか。500年前、カーン・ルイヤの魔獣が双眼巨炎へ侵攻してきたのは知っているか。
その戦いは長きにわたり続いた。だが噂によると、その中に勇猛で腕の立つ夜叉がいたそうだ。しかし、その夜叉の名を知る者はいない。夜叉は五人だけではないからな。必ずしも負者であるとは限らない。そういうことか。でも、翔はその夜叉が負者だと思ったから、ここまで調査に来たんだろう？断言はできない。だが、それ以外に手がかりはない状況だ。負者は誇り高き夜叉だ。奴は戦う時に必ず名乗る。名を言わぬ夜叉は、負者のはずがないと思った。待ってくれ。もしかして、あなたが戦っていた相手は負者で、あなたは彼にやられたのか？そうだ。そんな。カーン・ルイアの魔獣信仰、双眼での死闘、それにイエランの先祖、これら全てが裏で繋がっているような気がする。この世には偶然など無数にあるが、これほど重なることはあまりない。まさか遺言にあった法宝、大義版とも関係があるのだろうか。遺言？ああ、そうだ。私はとある遺言のためここに来た。あなたはこのようなことにあまり触れないようにしてきたのだろう。人も仙人も願いや神事を遺言として残し、他人に思いを託すんだ。それを残すのはいつでもいいのか？おいおい、なんだよその今すぐにでも遺言を残しそうな表情は。お前たちが我の幻影を見たと言ったのは偶然ではない。この空間は仲間を求めるお前たちの心につけ込み、自ら罠にはまるように仕向けた。だが、単純な欺瞞ではすぐに露見してしまう。わずかな偽りの混ざった真実というのが最も恐ろしいんだ。ここがお前たちに聞かせた声も、確かに我が口にした言葉だった。実際に声を聞かせ、焦燥感を駆り立てる。一方的に送った情報は、おびき寄せるための餌となる。もし空間の裂け目を利用して、我らが接触していなければ、すでにこの中の誰かが欠けていたかもしれない。この空間は、獰猛な殺戮より、魂を消耗させることに重きを置いているようだ。そんな。相手は悟い、ここに長居すべきではない。たとえ用が済んでいなくとも、お前たちをここから外に送り出す方法を考えなければ。バレが来たのは警告のためだ。ここは極めて危険な地。長居すれば、空間に蝕まれる。でも、どうしてショウはそんなこと知ってるんだ？おそらく、亡霊のように、地下をさまよう影となるだろう。どうやら、あなたもそれを見たようですね。イエラン、戻ったのか？ええ。みんなの話を聞かせてもらったわ。私も地下で異常現象を見たことがあるの。ここにあるはずのないもの。一瞬で消えてしまう奇妙な人影。いずれも、現実のこととは思えなかったわ。幻影か。最初我もそのように思った。だが、ことはそう単純ではない。いずれその幻影たちが実体を持ち、お前たちを襲う可能性もある。先ほどの話から察するに、あなたは脱出する方法を知っているのですか？確証はない。ただの憶測だ。縁起の言うように、この空間は錯綜している。だが、地下もあるようだ。我は双方の空間のつなぎ目に衝撃を与え、裂け目を作ることで、お前らの元にたどり着いた。故に、我の全力を注げば、この混沌とした空間を切り裂き、道を作ることができるだろう。なるほど。強力な衝撃によって、
空間に影響を及ぼすのですね。その可能性は私も考えていました。全力を注ぐとはどういう意味だ？要は我の全てを出し切るということだ。待てよ、オイラたちを送り出すっていうことは、ショウはここに残るつもりなのか？まさか。我はこの地下で不赦と会った。故にこの地の恐ろしさをよく理解している。裂け目を作るにしても瞬間的な衝撃で作れるのは小さな傷が関の山だ。外に出るには通路を維持するため力を注ぎ続けねばならない。命を懸けることには慣れている。これは我にしかできぬことだ。そんなのダメだ。たとえ言っていることが事実でも私は納得できない。オイラもだぞ。一人を犠牲にしないと出られないなんて、そんなのいい方法じゃない。実行に移せる策があって初めてその良し悪しを論ずることができる。だが今はそうではない。他に策がないゆえお前たちはここで立ち往生しているのだろう。しかしあなたのその方法は確実に成功するのか？保証はない。そんなバカな真似すんなよ。確証のないことのために命を懸けるなんて割に合わないぞ。とにかくその策には賛同できない。ならばこれが我の遺言だと言ったら。あなたは。それがあなたのお考えですか？率直に言ってこの計画は成功も安全もどちらも保証できません。おっしゃる通り人にとって夜叉は危険な存在です。ですがそのような独りよがりな計画を突然押し付けられて私たちがどうして納得できると？過酷な戦場では常にそうであった。不利な状況では命を落とさねば解決できないこともある。犠牲を恐れて動かなければ勝算すらも生み出せない。私も死の淵に立つような戦いを経験したことがあります。そのような極端な方法は本当に手を尽くした時まで口にしないでおくものです。理解してもらおうという気持ちはわかります。ですが無駄な犠牲になる恐れがあるのならそんなことを言っても士気が下がるだけです。本当に全てを捨てる覚悟があるのでしたら他人に意見など求めはしないはずです。あなたはご自身が思っているほど冷酷な方ではありません。それに逃げるために誰かを失っては元も子もありません。イエラン、そんなことを言うな。とにかく今はまだ命を懸けるような時ではないかと。もしかしたらまだ調べ尽くせていないだけで確率。もしそれが見つからなかったら、見つからぬままに自己犠牲の道すら選べないほど衰弱してしまったらどうするつもりだ？この段階であなたを犠牲にすることと未知の出口を見つけることの成功率に差はないはずです。この二つの策に優劣がない以上すぐに行動に移すこともできません。全力の一撃でこの空間を壊せるだと？はっは、いいこと聞いたぜ。誰が残るか残らねえかなんてそんな話俺様は聞きたかねえ。結局はこうすりゃいいんだろ。さあどこのどいつが俺様たちを閉じ込めてやがる。待ちなさい。く
みてえだな。だが他にも道があんじゃねえか。英雄でも何でもこの俺様が引き受け。リット言わんこっちゃない。親分はいつもこうだ。忍ぶ？イット！どうしたんだよ、イット！気を失ったのか？おそらく親分は、さっきの一撃で力を使い果たしたんだ。だがもしかするとそのおかげで、道を切り開けたかもしれない。あの道を安定させられるか、確認してくるわ。私たちが言い争っていたから、彼はこのような行動をしたんだろう。親分は昔から仲間割れを嫌がるんだ。荒滝派のみんなが喧嘩をしている時も、親分は驚くようなことをしてみせて、親分は今日、その時と同じことをした。まだ知り合って間もないが、きっと、みんなのことを仲間だと心から思っているんだろう。親分は他人が犠牲になることを嫌うけど、無意識のうちに似たようなことをする。でも、一つだけ、他の人と違うところがあるんだ。親分は、自分なら犠牲にならないと思っている。どんな困難も乗り越えられると、自分の力を信じているんだ。どんな自信だよ。それじゃ、翔の言ってたこととあんまり変わらないじゃないか。こいつもバカだな。親分は人の意見を聞かないからな。それに、いつも考えるより先に行動してしまう人だ。きっと、自分の前に立ちはだかる困難なんて、簡単に解決できると思っているんだよ。親分だけじゃない。荒滝派の人たちはみんな、多かれ少なかれそういう節がある。だから、私みたいな後始末役がいるってわけだ。どうせ止められないのなら、行動させた方がいい。それに、バカは勘がよく働く。さっきの一撃も案外効果があるかもしれない。なあ、イットは大丈夫なんだよな。すまない。いいえ、謝る必要などありません。あなたもイエランさんも二人とも正しかった。でも、もしあなたが荒滝派の一員だったら、私はイエランさんに味方していたでしょう。親分は決して犠牲になろうと思って行動したわけではありません。きっと、自分が切り開いた道を進めば、出口が見つかると確信していた。要するに、ここにいるみんなのことが大切なんだと思います。私たちは、互いに支え合って脱出すべきです。あなたが生き残ることは、一部の人にとって、いいえ、大勢の人にとって、とても意味のあることなのですから。忍。全員が、できる限りのことをして出口を探そう。まだ可能性はある。出口はどこかにあるはずだ。親分のことなら、安心して私に任せてくれ。みんな、あの道は外の世界ではなく、もっと深いところに続いているようだったわ。そんな、じゃあ、イットがしたことは無駄に。いえ、調べてみる価値はあるはずよ。私が先に調べてくるわ。なるほど、そういうことか。何が分かったんだ。覚えているか、私たちが探している方法はまだ見つかっていない。もしこの秘境が人の想像や求めるものを実在するものとして映し出してくれるのなら、その特性を利用することでそれを見つけることができるかもしれない。あ、なるほど。だからイエランにも諦めるなって言われたんだな。方法ってきっとすごいもんなんだろ。まあ必ずしもそうとは言い切れないが、試してみる価値はある。我が何とかする。行かせてやれ。だがもしお前もその秘境へ行くつもりなら、私も同行しよう。私は戦闘がそんなに得意じゃないからな。
一緒にいた方が安心できる。ああ、そうだ。その、お前はショーと仲がいいのだろう？さっきのイエランは少し言い過ぎていた。彼女の代わりに謝るよ。しかし、先ほどの様子を見るに、あそこまで言わないと、ショーは聞き入れてくれなかっただろう。それにイエランは、もともとああいうのを気にする人だからな。必ず全力で止めていたはずだ。私の知る限りだが、彼女は以前の仕事で、戦友を失っていてね。彼女は救出された生き残りなんだ。そのためか、他人が犠牲になることに、どうしても抵抗感があるんだろう。救われた命は、重圧を感じずに生きていけるのか。救われた側も、決して楽ではないというわけだ。私が彼女だったら、彼女以上にうまくやれる自信はない。そうだ、少し待っててくれ。ケツ。よし、これで安全だ。イットが戦えない今、術でお前たちに守りを施した。ありがとう先輩。そっちも気をつけてくれ。ああ、お前もだぞ。よし、旅人、そろそろ行こうか。大丈夫。親分は私と牛尾が面倒を見るから、こういう仕事も初めてじゃない。さあ、こんなところで立ち止まっていないで、気をつけて行ってきてくれ。行きましょう。これは遠くに見える巨大な円盤。あ、待てよ、まさかあれが大義版なのか。その例えだと全然足りないぞ。あれはもっと大きいだろ。うん、どうやら私たちは正しかったようだな。法律家としての勘が囁いている。あれが私たちの探している方法である可能性は非常に高い。だが本当に大義版だとしても、いくらなんでも大きすぎる。どうやって持ち帰ればいいんだ。ああ、おっと、弱音なんか吐いてる場合じゃなかったな。先に周りを調べてみよう。おい、あれは砲塔弾じゃないか。なんだか見覚えが。そうだ、数日前に遭遇したや、相手を間違えたな。トン、さあ、いや、そこだ。やめよっ、それ、トン、くらえ。小さい円盤だ。外観と盤面の配置を見たところ、うん、これが方々大義盤で間違いないだろう。
地面に埋め込まれた小さな大器晩、一体何に使われていたんだ。そこだ。相手を間違えたな。短所鉄拳行くぞ。それおや、新たな入り口のようだ。うん、よかった。前回と同じように簡単に片付けられた。以前大きな商業案件の処理を手伝った時、その犯人が私に仕返しするためわざわざ砲塔団を雇ったことがあったんだ。幸い武芸の鍛錬はちゃんとしていたため事なきを得たんだが、しかしさっきの奴らはあの時と全く同じだった。おそらくこれも合流できるかと思ったが、誰もいないようだな。ファデュイ、まさかこれも誰かの記憶か。気をつけろ。予想通りのようね。イエラン、いたのか。何度挑んでこようとも仕留めるまでよ。一緒にいるときはそんなこと話すなよ。凍ってしまうよ。下がれ。かかれ。はっ、せい。やっ、よっ、と、た。急がなくてもいいのよ。燃え。よっ、行くぞ。はっ、ほれ。はあ、そこだ。ブン、くらえ。よっ、そこだ。よっ、はっ、ふっ、急ごう。もっと痛がったんや。飛びで焼くぞ。よっと。捕まえた。はっ、やっと。痛がっちゃいない。よくもまあ、あんな小細工で尾行した。ああ、相変わらずの腕前。覚えているかしら、その時に聞いた内容と一致するわ。この記憶はこの空間によって再現。まあいいわ、これで当時の。あいつタイと言っていたが。エンヒ、地面にあったものは見たかしら。ああ、これを調整することでお前と合流できたんだ。おそらく遠くにある大義版の縮小版だろう。私、
なんだかそれに…行きましょう。行きましょう。行きましょう。Thank you.
ジメント。
空間ね。もし空間に同じ規則があるのなら、不赦、お前ほどのものが。敵がいない。いや、敵は姿を消せるのか。まずい、早く加勢しなければ。待て、これは我の戦いだ。近寄るな。汚れた魔獣よ、お前たちのせいで何人もの人が死んだ。地下空間に誘い込んだ。お前たちの弱点に気づいたからだ。身を隠し闇討ちするのは不赦がよく用いる戦術だ。我と共にここで朽ちるがよい。お前ほどの手だれがこのようなところで死ぬわけがない。まずい、このままだとショーが不利だ。構わん、結果はもう分かっている。くだらない、逃がさぬ。不赦は体力が低下しているようだ。東田大元帥、不赦、お前のその力は無尽蔵ではない。それにお前の幻影は本来のお前よりも劣っている。前世紀のお前はこの程度ではなかった。大会の中でも随一の野者であった。もし帝君がこのような姿になり果てたお前を見たらどう思われるだろうか。行け、後方は我が援護する。決して魔獣を地表に返すな。皆の者、双眼から。もう十分だ、滅びよ。ショウ、大丈夫か。我の責務は。先ほどの見えない相手が。ああ、独断先行したのは悪かった。不赦が行方不明となり数百。あいつさっき先生を。奴はこの地で戦っていた。でも戦わからぬ。おそらく自分が何者であるかすら忘れてしまった。それはご師匠のせいでか。不赦は姿を消す前から狂気に陥っていた。狂気に飲まれながらも双眼巨炎の戦争に参加した。野者は平穏な時代を生きられはしない。戦いと殺戮の匂いに引き寄せられたのだろう。我らは殺生に精通している。そしておそらくそれしか取り柄がない。この一戦で我も確証を得た。これまでのことから察するに、つまりたとえ狂気に飲み込まれていたとしても、不赦がこの地を落とす。この空間は奴の戦う姿。不赦の幻影はこの空間を。体が重くなった気がする。気のせいというわけではなさそうだ。空間が私たちに干渉しているように。不赦は地下に残ったはずだ。だがここには幻影があるのみで当の本人は見当たらなかった。もしこのままここを離れられない場合、我らもあのような結末を迎えるのかもしれない。前へ進む時が来たか。見事な戦いだった。さらばだ、不赦。読んでみよう。この書き置き、ここに残された戦艦軍。この白陽って人。白陽は私の先祖の一人よ。当時この人は帰ってくることができなかったわ。つまり白陽は不赦と行動を共にしていたの。おそらく
この戦艦軍たちは彼らの戦友なのだ。当時行方不明になった人、そのほとんどがここにいたみたいね。ああ、うん、怖い。一体ここで何が起きたって言うんだ。さあ立ち止まらずに早く行きましょう。手がかりは全て線で結ばれたわ。真相にたどり着くのももう時間の問題ね。ただこの空間は果たしてどんな形で答えを出してくれるのか。空間だな。アビスの気配がするわ。でも敵はいない。お前の記憶？ここはどんな記憶なんだ？アビス？ってことはこの空間がお前の記憶を読み取ってここを作り出したのか？光がだんだん暗くなってきたぞ。空間だと大義板の一部は地面に埋まっていたわよね。さっきのってお前が想像したものだったのか。幻影は一瞬で消えちゃったけど、あれってお前がお兄さんに会いたいから現れたんだよな。エンヒ、これが君の言っていた方法、大義板なのね。おそらくな。遺言にその形は描かれていなかったが、記載されていた情報と一致する。お前は何を。この大義板、構造も配置も私の一族で使われている法器に似ているわ。こうすれば。うん。この大義板は意図的に操作された跡があるわね。まずは外に出て安全な場所に移動しましょう。この辺で大丈夫そうね。みんな、しばらく休んでて。私は大義板を調べてみるわ。大義板が見つかった以上、私の仕事はここまでだ。しかし、私たちは不赦の幻影に遭遇して。陰陽のうち、五方の宙、水火風雷。不赦は元王帝君の下で御夜叉の長を務め、我とは異なり神兵であり。なるほど。そういうことだったのね。お？何か新しい発見があったみたいだな。
この情報は白陽という名の術師が残したものよ。彼は私が調べている行方不明になった先祖なの。こんなに、これ全部お前の先祖が残した情報なのか。数百年前、とある貴人が私の先祖に大義板を渡したようね。彼ら兄弟は二人でこの法宝を持ってカーン・ルイヤの魔獣を倒すため双眼巨炎に来たみたい。出発した時は二人だったけど、帰ってきたのは一人だけ。その上、理性を失ってしまった。ご唱か。ええ、彼らは夜叉の負傷と肩を並べて戦った。その時にご唱の力に染まってしまったんでしょう。記録を見てみろ。この記録を残した者の末路だが、永遠にここに残ることになった。そんな、もう他に方法はないというの？どうしよう、オイラたち本当にこんなところで死んじゃうのか。そんなの嫌だぞ。こんなところにずっといるなんて嫌だぞ。今のは、まさか。一つ思い出したことがある。待っててくれ、すぐ確認する。旅人、新しい情報を見つけた。ここに来る道中、私はあの遺言を調べはしたんだが、それがどんな書籍に挟まっていたのかを考えていなかった。全て覚えているわけではないが、私はその書籍を読んだことがある。中にはこんな話が書かれていた。千年前、仙人は悪獣を封印するため方法を作った。後に人間の友を作ると、数年後山に大きな災いが降りかかった時、それだけではない、本にはこうも書いてあった。仙人と人間の力が一体、もし仙人と人間の根結である私の力があれば。効果ありだ。十分な力ではないため一瞬で効果は消えてしまったが、考え方は正しいのだろう。大義板の中で何かが起動したようだ。後天の意、御法の神。や、封印の呪文だわ。不赦と私の先祖はこの空間の最上層を封印したのね。そういうことか、わかったぞ。みんな、今はまずイットとシノブのところに戻ろう。そこで提案したいことがある。もう動けない。ここに残りたくないし、死にたくもない。うぅ、オイラから離れないでくれ。パイモン、もう少しの辛抱だ。私を信じてくれ、まだチャンスはある。行くぞ。忍、イット、戻ったぞ。ひどく消耗したからまだ目覚めてはいない。だが命に別状はないから安心してくれ。それよりもその表情、何か発見した？私たちは大義板を見つけたの。その中には先人の残した情報が入って、前にこの宝器を手にした人も。そうか。だがまだ続きがある。
さ、でも、それはあくまで不倫や。肝心なのは内容で、書籍にあった内容を思い出してみてくれ。仙人と人間の力が一体となれば、天地の意を操り、仙人と人の力を合わせることで、大義盤の力を最大限に引き出すことができるんだ。大義盤は、根結である私に反応した。それはまだ、動作していることを証明している。そして、私たちの中にはちょうど、面白いわ。そんな発想があったなんて。仙人と人間が同時に力を注入する。その通り。もし私の考えが正しければ、大義盤に最大限の力を注入することで、完全な活性化、あるいは反転させることができる。この方法は最後、この空間と双眼鏡炎のつなぎ目を塞ぐのに使われて、それで出られる。やったぞ、オイラたち助かるんだな。その通り。その考え、筋は通っている。じゃあ、ひとまず今は休みましょう。準備ができたら、その方法を試すということで。うん、オイラ、ドキドキしてきた。イエラン、ショウ、準備はいいか？ええ、準備は万全よ。最善を尽くそう。エンヒ、一つ覚悟しておいてほしいことがある。ん？何だ？方法大義盤は、おそらく外に持ち出すことができないわ。多分、この秘境にあるもの、私たちはそれぞれ異なる目的を持っている。そして、ここはもう単なる空間ではない。どんな高次元、双眼の歴史によれば、この空間はおそらく大昔から存在していた。ああ、あれのことね。あの時、私もあそこにいたのよ。え？ちょっと待て。もしかして、あの弓矢はお前が放ったのか？私以外、他に誰がいるのよ。あの巨大な蛇は、カーンルイヤ文明の遺産のはず。証拠は予想以上に有効だった。もしかしたら、二つの力は、もしそうだったとしたら。ごめんなさい。私はみんなの今の境遇に、責任を持つべきかもしれないわ。そんな、オイラたちのために、いろいろ解決しようとしてくれただろ。お前のせいじゃないぞ。そうかしら。この空間の活動は、まるで生き物のようで。あら、それに、ここにあるほとんどのものは静止して。実は、私もそう思っていたんだ。これらすべては、存在し、ありえない話に聞こえるけど、これも残された最後の可能性。一体誰の思いが、この方法を呼んだのかしら。ああ。でも、もう一つの原因の可能性もある。それは、お前の探し求めることに対する。見つかったのがお前の家族じゃなかったことは残念だが、でも、もしその者がここにいたら、きっとお前が助かることを心から願っていただろう。こうしてみんながここに偶然集まったことは、とても興味深いことよ。もしこれも運命なら、私たちの手でそれを変えましょう。こちらはいつでも大丈夫だ。親分は、私と牛尾に任せてくれ。旅人、パイモンのことは頼んだわよ。エンヒ、助けが必要になったら、了解。セーラウンプ、異例降臨、軍馬蛇獣、雷帝壊滅、新規復讐、正気流行、定直不明、消去不能、救急如立臨。やはり大義盤は増幅させる方法。この力を維持できればまだ希望はある。力の維持は我に任せろ。わかりました。全員下がれ。我が身で陣を守りてこの地を封印する。我らヤシャ一族、世のために戦わん。金宝大将、参る。
危ういと知りながらどうしても行くのか。この地を守り104年勝手に離れたことはありません。無名夜叉の剣だけはどうか帝君のお許しを。さっきは間一髪だった。ショーが中に残ってしまうのではとヒヤヒヤしたが、無事でよかった。はあ、お気持ちはわかりますが。まあ、その心にある思いはきっと、結局、私たちの方針は最後まで一致しませんでした。いや、我だけの力ではない。どういたしまして。みんな疲れているけど怪我はなさそうね。ゆっくり休んでちょうだい。私は先に周りに異常がないか確認してくるわ。言っちゃった。お礼を言おうと思ったのに。イェランは本当に自分が何かしたとは思っていないのだろう。ショーもそうたやすく説得されるような人じゃない。ショー叩かれてるみたいだぞ。あ、そうではない。確かにその言葉に誤りはない。お前たちの意見も心に留めておく。本当か。よかった。なんだかすごいことを成し遂げた気分だ。今回誰か一人でも欠けていたら脱出できなかっただろう。それほどに危険な状況であったと言っても過言ではない。そういえば牛使い野郎がまだ起きてないけど、このままずっと眠ってるなんてことないよな。早く見に行ってみようぜ。ガーあーぐっすり寝たぜ。え、なんだ、何を見てやがる。体は大丈夫か。頭はどこかにぶつけておかしくなってないか。辛かったら言うんだぞ。今でも十分バカなのに、もし頭でも打ってたら。何言ってやがる。俺様はピンピンしてるぞ。逆によく眠れたから今は力がみなぎってるぐらいだ。
つうか、なんか忘れてるような。そうだ！おい！俺たち、地下にいたんじゃなかったのか？どうやって出てきた？話すと長くなるから、また後で教えよう、イット。私たちが脱出できたのは、お前と忍と牛尾のおかげだ。私のせいでみんなを巻き込んでしまった。できれば謝らせてくれ。なこと言うなって。俺たちを助けてくれたんだ。これくらい当然ってことよ。もしお前がいなかったら、俺たちは今頃リーウェの牢屋にいたかも。それはちょっと違う。親分が牢屋で、私は外にいるのが正しい。そうか。それなら新たな友を作るいい機会だと思って、お祝いにリーウェ校を案内し食事に行くのはどうだろうか。おう、そりゃ最高だな。早速。腹が減った。もう私もお腹が空いた。では早速出発しよう。先輩、おいらも行く。おい、わかったよ。じゃあ稲妻の二人は私に任せてくれ。今回は大変だったから、お前も早く帰って休んだ方がいい。ああそうだ、イエランはいなくなったことだし、お茶をご馳走するという話はなしに。ああそうか、はあ、よし、代わりに伝えてやる。旅人サラタムチビスケ、牛尾が伝えたいことがあるらしい。なんだなんだ。私も聞きたい。なら私も混ぜてもらおう。なるほど、そうしよう。牛尾のやつ、こう見えて思いやりのあるやつなんだな。うん、一見奥の深そうな道理でも単純なことは多い。おお、この件はオイラたちに任せろ。じゃあイット、忍、牛尾、出発しよう。おう、飯だ飯。うーん、また会おう。終わったか。大したことをしてきたわけじゃ。あら、まだいたの。さっき稲妻の二人が縁妃と一緒に離れていく、君たちは行かないの？オイラたちはショーと話し周囲はすでに確認した。次は秘密保持の問題かしら。遠方から来たあの二人にはこの事件について黙っ。うわー、待て待て、あいつらにはオイラたちから言っとくから手を出すなよ。あら、そう、バレた。じゃあ冗談はここまでにするわ。今回みんなにはお世話になったわね。このことは忘れず胸に刻んでおく。あの奇妙な地下空間はどうやって誕生し、どうやって長い間存在し続けた、それらについてはこれからも。それに最後は誰かが助けてくれたようだったし、それ自体は別にいいのだけれど、まさか私にはその存在が何者なのか見当もつかない。力のある方なのは間違いないでしょうけど。まあ今はそれを調べている場合じゃないわ。イラン、じゃあな。我が待っていることに気づいてたのか。うん、行きたいところがある。どこに行くんだ。夜叉に関する。もう少し進めば同尺のために建てられた寺に着く。この地へ来たのは何か感ずるものがあったからだ。それってあの地下空間で何かを感じたってことか。うまくは説明できぬ。夜叉の一生とは
壮絶な戦いを経て死ぬことは負傷にとっては本望で、我もそうだ。我は長く生きすぎた。人を救う、ああ、ある。おい、そんなこと言うなよ。そうだった、牛尾。なんだ。牛尾には鬼を払う力があって、鬼から身を守るために、牛尾には理屈とか道理とか、そういう本来この世界で生きることに決まりなんてそんなにないんだと思う。そうだ、例えば神の目を持ってたら多少はその言葉、まるで負傷たちのようだな。奴らはいつもそのように言っていた。世が公明となれば、大義盤にあった負傷の姿は金宝とは我のこと、そして見ぬとは深淵大将のことだ。他にも羅漢大将、罰難、過疎大将、王達がいる。世の者は我ら五人を千秋夜叉と呼ぶそうだ。負傷とイエランの先祖は地下に取り残された。つまりイエランの言葉はいずれも事実だ。お前らの協力がなければ。それでも十分すごかった。エンヒもイエランも間違ってはいなかったが、我は常に最悪を想定していた。その思考は根深く、それでも思いつく限りの策だった。あの時もし帝君が手を差し伸べてくれていなければ、我は生きてあそこを出られなかっただろう。結局は迷惑をかけてしまった。でもそれが普通じゃないのか。お前と勝利おじゃなくて、お前と元王帝君は深い付き合いなんだろ。お前もいっぱい助けてきたんだし、帝君の方がお前を助けてもおかしくないだろ。うん、あの空間から出した瞬間、負傷の記憶をかすかに感じた。一人でも多くの者が奴の記憶を持つのも悪くない。みぬ、どこへ行っていた。夜叉の兄弟よ、また忘れたか。何度も言うが、俺は白よ。あんたと共に双眼で戦ってる術師だ。白よ、白よ。お前が白よなら我は何者だ。こっちも名前で呼びたいんだがな。一緒に残ったのに名前もわからないなんて残念だよ。ここに残るだと。ならん、お前は出ろ。夜叉の兄弟、バカを言うな。ずっと地下に残るって話だろ。おい、今さら後悔するなよ。封印は解けないからな。封印、はあ、そうか。我は戦うために来た夜叉。兄弟、おい、大丈夫か。この傷を見ろ。我はもう長くはない。もう俺たち二人しかいないんだぞ。死ぬな。今日この地下で家族を見たんだ。ってことは俺も狂い始めたんだろうか。白夜、お前は家が恋しいか。兄弟の住所を地上に残すって決めたんだ。そんなの、うん、恋しいに決まってる。我にも家族がいるのだろうか。兄弟とかか。いるんじゃないのか。兄弟か。我は一体何者で、家族はどこにいるのだろうか。兄弟、どうしたんだ。死ぬな。もう俺とお前だけなんだ。行かないでくれ。金宝、お前なのか。誰が金宝だ。まだ覚えてないのかお前。
我はもうこのざまだ。合わせる顔がない。兄弟、兄弟、見ろ、そこに人が。あ、彼らは一体。我の思い出した。お前たちは我の兄弟たちが迎えに来てくれたぞ、白夜。正気に戻ったのか。せめて名前を教えてくれ。兄者、フシャの兄者。おい、フシャ。フシャ。我は、我の名はフシャ。その意味は、苦笑は散り、万般を射す。今日は少し話しすぎた。だがお前と話すときは、あまり隠さずに済め。お前は、一度でも天命を感じたことはあるか。今に至って我は理解した。天命とは。そう。かまわ。帝君は、お前を見届けるものだと言っていた。世の中のことは、お前と語るべきだろう。罰な、ミヌ。王達は命を落としたが、フシャだけは行方不明のままだった。これは棘のように我の心に刺さっていた。これでようやく、かつて双眼巨炎で起きたことを知り、区切りをつけることができた。あの時、空間を出る前に石を手に取った。もしうまく持ち出せていたら、この石をフシャの代わりに、動尺を弔う。残念ながら、それは残らなかった。我ら五人の誰よりも若かった動尺は、千年前の魔人戦争で死んだ。あいつが戦死した時、フシャは深く悲しんでいた。夜叉は師匠と隣り合わせだ。まるで空を飛ぶ鳥のように各地へと散った。罰難曰く、夜叉の魂には帰る場所がないという。フシャ、白夜、そして勝士たちは、英雄か。いい言葉だ。百歳は尽きぬが、属性には情がある。お前の言う通りだ。